どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。皆さん、音楽始めよう。今回のテーマソングはですね、いいですよ。熱いラブソングいきます。アン・ルイスさんのアーム上。いきます。元気いっぱいに、熱量高めにいきたいと思います。はい。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをやります。後半はですね、かっこいいバージョン。このロックのガツガツいく感じとちょっとメローな雰囲気。合わせたかっこいいバージョンをやります。2バージョン。最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽聴くの最高だけど、やる方がめっちゃ楽しいんですよ。私はね、もうほんとどんな方でも今すぐやろうよということでこのチャンネルやってるんですけど、皆さんどうですか？そうは言っても私きっと無理とか、私ね、不器用なんで無理なんだよな、もうきっと無理とかいう声が聞こえてきそうですけど、できます。今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルはですね、楽器触ったことがない。もう楽器はもう私苦手という方がですね、あれよあれよと弾いて歌う弾き語りができるプログラムがございましてですね、今そのプログラムを見て、全世界中の方が何万人とウクレレで音楽始めてます。YouTube ですからね、いつでもどこでも無料で見られる。これでね、できるなんて本当、皆さんぜひ始めてください。もうちょっとしたここにリンクあります。このリンク先に行って上から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あっという間です。行ってらっしゃい。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためているありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1200曲以上、もうそろそろ1300曲になると思いますけど、はい、どんな音楽があるか、今日みたいな昭和の夏メロはもちろんなんですけど、最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、もう何でもかんでもボカロ曲とかもいろんなものやってますからね、ほぼ毎日アップロードしているんで、どんどん曲も増えてきます。これね、皆さん音楽を聴くからやるに変えていきましょう。で、簡単バージョンできるようになったら、ほとんどの動画にかっこいいバージョンもつけてますんで、どんどん上もいけますよ。さあ、やってみましょう。今回の曲熱くいきますからね。アン・ルイスさんのアーム上、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。アーム上。優しさに差を差して男は強いわ。逃げてゆく夜が明ける頃、涙はしょったすぎるし、焼きもちは汚い。街に霧が降る。サングラス外したら浮き出しちゃうほどあどけない目をしてるあいつに弱いの。裏切りは治らない手錠をかけても甘え上手にとどめ刺されて街に霧が降る。アン・ルイスさんああ、無償。ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。なんて言うでしょう、80年代のこのヘビーメタルとかハードロックみたいなニュアンスもちょっとあってね、こう、結構男心くすぐられると思うんですけど、まあ女子もね、アン・ルイスさんもかっこいいもん、当時のビデオ見ても、ぜひ思いっきりやってみてください。今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、俺ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになってます。フルコーラスやりたい方、2番のコード進行一緒ですから、自分で書いて、フルコーラスの楽譜作ってください。で、今はね、演奏したガズレレシンプル簡単バージョンの動画と一緒にできたという方も、やっぱり紙に書いてご自身だけで演奏してみるのをお勧めします。いずれ覚えちゃうのがいいと思うんですけど、その映す時の参考になるように、いつもガズがこうやって映して、皆さん書いてくださいってやってるんですけど、今このサービスがスタートしました、ガズクラブ。毎月クラブ会費660円をいただいて、このガズのいつも映して、このノートのデータが毎月5曲、皆さんのお手元に届けられると、もちろん追加もできますよ。はい。で、その他にそのガズクラブに入ると、そのクラブ活動をやってますんで、そこでですね、演奏動画を上げるページがあったり、ガズさんといろんなやり取りしたり、オンラインクラブ、ガズクラブ限定のオンラインイベント、あります。そんなクラブ活動、できる仲間募集中。はい。そんな感じで見ていきましょう。お時間ある方はどんどん書いていってください。まずこれイントロなんですけど、これね、アーム上アーム上っていうところからね、入るんですけど、これちょっと見て、後でこれ解説します。フレーズが入ってるんですよ。それをかっこいいバージョンで弾きます。つまりこの下に囲ってあるやつはかっこいいバージョンだと思ってください。はい。これシンプルなんですけどね、なんかかっこいいバージョンでここぞという決めがこうやって入ってくるんでかっこいいんですよ。ちょっと難しいけど、かっこいいバージョンでこれチャレンジして、後で解説します。ひとまずこれメモっといてください。はい。じゃあまず A メロ部分。いいかな。シンプルですね。このね、点で私はリズムを測ってるんですよ。きれいでしょ。こう伸ばしているところに Am が始まる。こんな風です。ひらひら、このひ伸ばしているときに Am2 ブロック目みたいな感じで書いてます。はい、一時停止ね。はい。じゃあ次。B メロ。ここもコードとかいろいろ書いてあるんで、これ後でかっこいいバージョンでいろいろ変わってきますんで。はい。ここがね、本当はこのコードね、B7 というコードもかっこいいんだけど、ちょっと初心者の方に難しいんで、Dm でちょっと置き換えましたということでございます。B メロ、一時停止で。はい。はい、そしたらサビいきましょう。これはですね、ちょっとあれ、思わず、あれでしょ？今聴いてるとき、サングラス、フーフーとか、ね、追っかけちゃったでしょ？ね、フーフーとか言って、あれね、やりたくなっちゃうんだよ。でも俺も演奏しながらそれできなかったんだよな。ちょっとやりたかったんですけどね。まあまあ、ちょっとやってみました。シンプルですよ。はい。で、サビが終わった構成としては、感想があります。でん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 ってやったら、もう一回サビに戻ると。はい、サビに戻って、で、またサビに戻った後、イントロのメロディーに戻って、無常と言って終わったというのがガズレレアレンジバージョンでございます。さあ、出てくるコード解説しました。これは、かっこいいバージョンで出てくる、さっき Dm で書いてあるこれ、一応これ隠しといて、今のシンプル簡単バージョンはこの7個言っていきます。C、Am、F、Dm、G7、E7、Em7。この7個のコードでシンプル簡単バージョンやっていました。これはですね、入門コードです。たくさんあるように思うかもしれませんけど、このコードはですね、これを参考にしてください。ガズレレ必須コード、必須って書いてあるから、覚えてくださいよということなんですけど、この必須コードって一体何っていうことなんですけど、ウクレレで音楽始めようと思った皆さんに一番最初に覚えてもらいたいコードのグループです。10個あります。10個もあるのか。本当はね、星の数ほどあるんですよ、コードって。だけど、このまず10個、最優先で覚えよう。この10個覚えておいたら、今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルで上がってる1300曲ぐらいの曲、ほぼ8割、9割できることになってますから、まずこのコード覚えてください。でも10個もあるのか大変だなと思った方、安心してください。1個ずつ見たら、これだ。これも1個のコードだ。これも1個。簡単でしょ。でもね、10個いっぺんに覚えようと思ってもう頭ごちゃごちゃになるから、私がめちゃくちゃわかりやすく動画で解説してます。ここにリンク貼っておきます。ガズレレ必須コード。この動画見たら、すぐわかりますんでね、面白いように覚えられますから、今日はその中でやってみましょう。はい。じゃあ、こっからかっこいいバージョンに入っていこうと思うんですけど、やっぱりこのね、歌は、なんていうか、この、ちょっと強気なね、女性のこの感じと、そのなんか、男のね、好きな男の人の駆け引き。これがもう目に浮かぶようですよね。歌詞がすごく、なんかグイグイ。それをやっぱりね、感じ取って歌うっていうのを忘れないでくださいね。じゃあ、かっこいいバージョン解説いきますよ。かっこいいバージョンでは1個コードが追加されます。B7 というコードが追加されます。B7 はね、押さえ方一応2つあるんですけど、ガズレレで推奨しているのは、こことこことここのこんな風に押さえるのを一応推奨しています。ちょっとこれ押さえてみてわかるんだけど、これだけで押さえると簡単な流れで押さえるとね、結構ね、あれってなるんです。ちょっと突っかかっちゃうこと。一応でもこれ慣れなんで、ちょっと先を予想して弾くといいと思うんですね。この曲で言うと B メロのとこで、Dm と F の次、F から B7 ですね。F から B7 って、なんかこう一回空中遊泳するイメージがあるんですよ。こう軸が変わるっていうのは。そこがちょっと難しい。やってみるとわかるけど、F から一回離さないといけないんですね。これがね、ちょっとね、うまくなかなかいかないと思うんです。ちょっとトレーニングしてみてください。あともう一個の B7 の押さえ方は人差し指に2フレット制覇して、ここちょいっと押さえるやつでもこれ B7 のコード。どちらでもいいです。まあでも初心者の人こっちの方が楽じゃないかなと思ったんですけど、まあもしこっちでやってみてくれば制覇バレーということで、はい、こういう風に使って、ここにスペースを空けて、ここにね、スペースがないとこれ押さえられないですからね。ちょいと立てる。これも、一応 B7 という押さえ方です。B7 が入るとこれがね、こう B メロからサビに行く流れがすげえいいんですよ。ぜひやってみましょう。じゃあ、ここからリズムの解説いきます。リズムの解説なんですけど、これはですね、これ、ドン !8 ビートのチャこれはね、こうロックの疾走感ぐんぐんでいきたいやつですね。まあ一応やっておきます。ひらひらしょ、ひらひらと、いい女でしょ。こんな感じ。こういうね、やっぱこれ、で、迷ったんですよ、実は。ブリッジミュート奏法って言って、ここに手をこうやって置いて弾く奏法もかっこいいの。きれいでしょ、ひらひらと、いい女でしょ。だけど、ちょっとやっぱビート、チャッツ、じゃこれドラムのツッタンを表現したいなと思って、やっぱり8ビートのチャだなということで、シンプルに8ビートのチャでやってみようと思います。8ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚、その中から8ビートのチャという動画を見てマスターしていってください。ちなみにこういうストロークって言うんですけど、これの基本はですね、8ビートという、ただの8ビートが基本ですからね。この8ビートができていないと、8ビートのチャはできないので、一応ちょっと差を表現すると Am を押さえてコードいきます。まずは8ビート。これが基本の8ビート。8ビートのチャだとこうなります。この顔の時。これでチャ、これドン、タッタッ、ドラムのスネアを表現しているというリズムでビートが増して、こうロックの感じが出るということで、ぜひ皆さんこのリズムやってみましょう。そしてこの曲、このマーク入ってきます。これシンコペーションという矢印のマーク。これガズレレだけの表現ですからね。リズムが前にスコーンと食い込んでくるということで、サビで出てくるのでちょっと、やってみましょうか。ワン、ツー、スリー。サングラスを外したら吹き出す。次いきます。次来るよ。あどけない。わかった今。あどけ。アップでスコーンとリズムが前にコーンと食い込んでくる。もう一回やってみよう。サングラス外したら吹き出しちゃうほどあどけないでもしてるあいつにまた来ますよ裏切りはこんな感じスコーンスコーンと入ってきます。このシンコペーションマークサビで出てくるんですということなんですけど、このねシンコペーションマークはなかったとしてもちょっとこの曲にいろんなフレーズが入ってくるということで、まずイントロのフレーズをやってみると思います。あー無常あー無常イントロのちょっとねまず見ててください。こんな感じでやります。ワンツースリー。モニモニやってる人見て Am 押さえたまま数字出しとくけど020203030303なんですよ。 Am 押さえたまま222020とか3030とかここやってるわけ。はいもうちょっとくれやろうか。ちょっとテロップ参考にして音聞いてちょっとやってみて。8ビートの中でフレーズが動きます。ワンツースリーフォー何が起こるか右手はこのまんまです。はい。で、チャを入れると、これでフレーズが入ったところにチャを入れるんで、全部には入れられないと思うけど、こんな感じ。こんな感じにしようかなと思う。ちょっと難しいけど、一応確認。一弦だけでやると、ですよ。このフレーズを Am 押さえて全部の弦で弾く。はい。チャを入れると、こんな風にちょっとアレンジしてみました。で、それを弾きながら、あー、無情というわけですから。あー、無情。こんな感じ。これがちょっと絶妙にね、簡単そうに見えてやったら結構難しい。これはやっぱリズムがシンコペーションってでしょ。でん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 つってつってーんってこの3の時とかバーッとシンコペーションなんですよ。なんで一応この、まあ今の流れで紹介したんですけど、ちょっとこのイントロ、もしできそうだったらやってみてください。難しいなと思ったら Am で、あー、ちょこれのでもまあいいと思います。はい。あとね、すごく印象的だったのがちょっと聞いててね。きれいでしょ、ひらひらと、女でしょう。見かけより突きで作ったいつたつたつただつた。ここがねすごくかっこいいの。ここやってみたい。見かけより尽くしたいつたつたつただつた。これカッティングだね。カッティングが入っちゃうんですよね。口で言うとつたつたつただつたって感じです。はい、かっこいい。つたつた。これ見て、触ってるだけカチャッと寄せる。これカッティングっつうんですよ。カッティングもさっきのリズム8ビートでちゃんとこのリズムいろいろのところにカッティングがあります。ちょっとこれはね結構高難度な技ですけど面白いんで、時間ある時ぜひカッティングをちょっとね、すごい脳トレ動画になってますんでやってみてください。これが A メロの最後のところに2回入ってくると。一応テロップにはこんな感じで書いて、もうちょっとやってみるか。見かけより尽くしたいね。いい感じ。これね、決まるとね、すごい気持ちいいんで、やってみてください。あとそんな感じで B メロのところも、B メロのサビに行くところもちょっとそんなフレーズがちょっとこうテロップに書いていく感じで、サビに行ってドーンと突入して8ビートのチャでドーンと行って、あーどけないところでまたシンコペーションでドーンとこう突っ込んでくるという、こうモリモリな感じでいこうと思っております。で最後の、そうだ、もう一個シンコペーションとかサビの一番最後、甘い上手にとどめ刺されて街に切りかぶるダンダダンダダンダンダダンダダン。はい、 G7 と A マーナーの前に矢印が書いてある。ダンダダンダダンドンドンと2連発です。矢印が来るんでちょっとこう掴んでください。もう一回やってみるか。甘え上手にとどめ刺されて街に切りかぶる。こんな感じです。はい。なんで結構シンプルなんですけど、このシンコペーションとか、カッティングでちょっとキレが出せると、なおかっこいいと思うんですけど、まあ、8ビートのチャで淡々と、でも、十分かっこいいと思いますけどね。はい。あとはやっぱり何回も言うんですけど、アーム上のイントロと最後のエンディングでも出てくる。これがね、夢に出てきそうなアーム上とか。ね、そのぐらいやっぱインパクトがあるところなんで、これもちょっとね、このフレーズだけ切り取ってもいいかもしれないんですけど、チャレンジしてみましょう。はい、それでは、行ってみましょうか。アン・ルイスのアーム上、ガズリル流、かっこいい場所にやってみる。ワン、ツー、スリー。「男はずっと逃げてゆく夜が明ける頃」「涙は消化すぎるし」「やきもちはひたない」「すっきりさせてよ」誕生ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。昔のバブルの前の六本木を思い浮かべるみたいな、六本木真珠のイメージがやっぱあるんでしょうかね。まあなんかそういうちょっと大人なね、こう大人になりたい女性なのから、まあ恋をしてる、なんかやっぱ状況だからさ、音楽とタイムマシンみたいなもんで、なんかねその情景がこう変わるところがね面白いと思いますが、アン・ルイスさんの当時の YouTube 動画も出てますんで、ぜひご覧になってくれるとまたなんかこうなんか変にテンションが上がると思いますので、あとはね掛け声ね、サングラスホホアップテラホむき出しちゃうやっちゃうよね。わかります。楽しんでいきましょう皆さん。ウクレレ本当面白いですよね。あ、この楽しさぜひ皆さん周りの方にもぜひお伝えください。家族、同僚、仲間、学校の友達、ご近所さん、これねガズレレ YouTube もぜひこれご活用ください。チャンネルにいいねとかチャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いします。それでは最新情報なんですけど、この赤い本がリリースされまして、皆さん楽しんでいるということでものすごい情報が入ってきてます。これよかったら Amazon のレビューとかね、いろいろレビュー書けるんでよかったよとか書いてもらえると嬉しいです。これはね100曲入ってますんでね、もう皆さんこれ Amazon とかで本屋さんとか楽器屋さんとかでぜひぜひゲットしてください。ありがとうございます。そしてこの今使ってるガズのウクレレ、再予約販売したんですけど、あっという間にまた完売しまして、でもですね、セミオーダーとかまた次のオーダーもすぐに用意しますので、もう少々お待ちください。で、ご注文いただいている方、もうちょっとお待ちください。ありがとうございます。よろしくお願いします。さっきもちょっとお伝えしましたけど、このガズムを書いてるこの、ノートのね、データが毎月5曲ゲットできるという、このガズクラブというサービスが、まあ、始まっておりまして、この楽譜が取れるだけじゃなくて、その中でね、クラブ員限定のオンラインイベントとか、非公開の Facebook グループが、そこで今朝もめちゃくちゃいろんなやり取りとかしてね、結構面白いんですよ。ぜひ皆さん参加してください。そう、次のね、オンラインクラブ限定イベントは7月4日の午後2時から、やりますんでね、今からでもそれ間に合いますからよろしくお願いします。あとね、いろいろありますよ。これいつもね、ご紹介してるんだけど、この、今私がかぶってるキャップとか T シャツ、あとはこのストラップ、これは前半に小杉さんが、使ってるストラップで、最近では新しい方法としてはこの、ここにこういうのもついてるんですけど、これでこう、ウクレレ掃除できるという言葉で発見されました。あとはこれ。絶好調なのが、これがですね、皆さん、ちょっとコロナがね、開けてきたんで、このリュックサックを持って、ここ、コンサートウクレレが入るウクレレケースです。ここにガズレレのプリントがあって、これ、中も結構広くて、楽器用の分厚い仕上げになっております。これ中もね、ちゃんと傷がつかないようになってて。で、中にポーチが2つ入ってて、譜面台とかチューナーも入るポーチがあって、これマジックテープで、もう脱着可能、スペースもこう、有効利用できます。そしてこれ、でっかい旅行カバンにもなりますんでね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。あとは、ガズレシピ。アプリがあります。これも、今月中には多分曲がまた追加になると思いますので、これ皆さんのスマホや、タブレットにインストールしておいてください。そんな感じでですね、もう盛りだくさん、このガズレレ.comにも大体最新情報を書いてますんでね、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、そしたらこのウクレレ、ガズレレで音楽楽しんでくださいませ。また、ガズレレ YouTube でお会いしましょう。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。